熟女。教えて。俺は和歌山生まれ、未完そうだし、意外とラーメン半端ない。どうも。和歌山ラーメン、かなりうまい。どうも、熟女です。 えー、今日はですね N2 の読解をまたやっていきたいなと思いますそれでは早速いってみましょうレッツ・ e ッ s スタ、えート何々を通じて何々を通してですね、まあ、これはずっと同じ状態だということですね、まあ、例えばですねオーストラリアは1年を通じて暖かいとかこの10年間を通し 彼はいろんなことに挑戦をしたとかねなんかそうずっと同じ状態だというような意味ですねえー、でもう一つ意味がありましてこれは何々を経由してとかまあ手段でというような意味なんですけど例えばですね SNS を通じて彼と知り合ったとかね何かその経由してみたいな意味ですねまあ他にもあの、えー 飛行機のチケットを旅行会社を通じて買ったとかね。なんかそういうふうに何かを経由してという意味がありますね。ただその具体的なその、あの、手段には使えませんね。例えば池袋を通じて新宿に行くとか、なんかそういうような、あの、言葉、あの、直接的な言葉では使いません。 池袋っていうのは日本の,その駅の名前ですね。新宿間駅の名前です。何々限りですね。これはその範囲は全部するということですね。例えばですね。えー、私の知る限り、あの人はそんなことをする人じゃない。で知ってる限り、全部するとか、まあ、その状態だということですね。まあ、他にも N2 を取るために、できる限りの努力をした。 金メダルを取るために命の限り戦ったとか。なんかそういう風うにそのまそ,そのまあ、その範囲は全部する。できる限り全部するとかその状態だと言うんですね、えー、次もう一つ、えー、何々だけですね。えー、まあ、これはですね。何々の範囲の限界まであることをするまあ、何々限りとまあ、ほとんど一緒なんですが、名詞にはつきません。 えー、まありますね、まあ、それはちょっと文章によってあれなんですけど、えーまあ、例えばですね「日本のお菓子を買えるだけ買って国へ帰った」とかねまあこれもやはり加納同士が前に来ることが多いですね。まあ、あと、あのー「父は働くだけ働いて定年前に退職した」 とかねまあ、あとですね何々したいとか欲しいとか好きなとか必要なとかっていうまああの何々なんか欲しいみたいな文も前に来ることもあります。例えばですね今日は休みだから好きなだけ寝ていいとかね、まあ、限界まであることをするというような意味ですね。まあ、ちょっとまあニュアンスが違うけど、まあ、非常に似ている文ですね。はい ではは今日はここまでにしたいいと思まます。また何か質問がありましたらご連絡いただければなと思います。それではまたそれでは勉強頑張ってください。さよなら See you!